山本五十六の人生話は他の方が動画にしているので、今回は山本五十六のいろんな評価と、同じ長官として比較されることもある、ジェスター、に3つを解説してみます。山本五十六は、名将、愚将、という風に賛否両論ある指揮官でもあります。ネット上などでも、戦争に真っ向から反対した数少ない指揮官。上司、人間として立派で情があり、優しい人、という高評価がある一方で、真珠湾攻撃でアメリカを大戦に引き込んだ戦犯、戦術家よりも政治家向き、というものもあります。いろいろな失敗をしたことから、アメリカのスパイ、とする説や、危険な前線を視察したことから、アメリカに亡命しようとした、というようなコメントや、その他、女体化したらスイーツ好きなぽっちゃり女子、エヴァのネタバレやめろ、といったコメントもありました。わけわかんねえ。そんな山本は情に熱い人で、非常に部下思いだったらしく、やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば、人は動かじ、という山本の言葉は、部下の掌握術として今でもしばしば引用されます。多くの部下から慕われていたことや、米内光政、井上成美ら、と共に日独伊三国同盟締結、対米開戦に反対したこと。航空優先論者で、大戦初期の日本軍の快進撃を実現させたことから、戦後の評価は高いものでした。その一方で、上司部下の関係に、以心伝心を求めることが多い、とも言われています。このため、反りの合わなかった、第一航空艦隊司令長官、南雲忠一など、とは、スムーズな意思伝達を欠いていました。この南雲との意思伝達の不足は、ミッドウェー海戦の敗北の一因であった、ともされています。また山本の意思の強さを表す逸話として、真珠湾攻撃、ハワイ奇襲作戦実現のために、自分の職をとして軍令部に直談判した、というのが、よく語られます。しかし、そもそも連合艦隊の役割とは、軍令部が立てた作戦を実行すること、であり、その連合艦隊司令長官である、山本の行った真珠湾攻撃の立案は、軍令部の権限を犯すもの、という批判もあります。さらに軍令部との談判の際に、提案が受け入れないなら、辞職する、と脅迫した点からも、山本は海軍の指揮系統の秩序を乱した、と言われます。この軍令部と、連合艦隊の思惑の相違による影響は、ミッドウェー海戦時の現場の混乱、という形で顕著に現れています。他にも、それだけの反対を押し切っての断行にもかかわらず、空母機動部隊の人事面は特に変更していない、ことも批判されているぜ。機動部隊の司令長官は、水雷畑出身で派閥の面でも、山本と折り合いの悪い南雲忠一だった。さらに山本の人事面や、懲罰の不徹底の例として、ミッドウェー海戦の敗北後も、機動部隊の指揮官である南雲忠一と、草加龍之介、少将、を再建した機動部隊の指揮官に、残留させたこと、が挙げられる。ミッドウェー海戦敗北は山本の責任も大きいため、南雲忠一たちの責任を曖昧にすることで、自らの責任を回避した、という批判も存在する。南雲は本来水雷専門であり、航空に関しては素人同然だった。しかし、そんな南雲が機動部隊司令長官になったのは、年功序列に基づく硬直した、人事制度によるもの、という声もあるぜ。さらに続けて、人事面での失敗は山本だけじゃなく、海軍上層部にも問題がある、とする批判もある。他には、先ほど説明した、真珠湾攻撃を認めさせるため、上層部への辞職覚悟の直談判、についても、そもそも日米開戦に反対の立場なのに、どうして開戦前に同じことを言って上層部に詰め寄らなかったのか?という点でも批判を受けている。特に開戦前、当時の首相、近衛文麿、に語った、半年、一年派存分に暴れてみせます。しかし二年、三年となると確信がありません。という言葉は、山本が日米の戦力差をはっきり認識していた、名文句として使われることも多いが、同志だった井上茂義からは、なぜはっきり、勝てません、と言わなかったのか、と非難されている。戦略などについて、そんな山本の太平洋戦争における戦略は、
攻勢作戦によって大戦果を上げて相手の戦意をくじき、有利な条件で早期講和を締結する、というものだった。だが、その他の戦略、それ以上の考えはなかったのでは？という指摘もある。さらに、渡米経験もあるのに、アメリカ政府のことわかっていない？真珠湾を攻撃して、アメリカが講和するわけがない、といった批判も出ている。一方で、でかい戦艦最高、な対艦巨砲主義ムードの中で、いち早く戦闘機などの航空戦力の有用性に着目した点が、評価されている。だが、空母、基地航空隊の双方を散々に使い潰した上、曲がりなりにも強力な兵力である、ヤマト以下の戦艦部隊を、完全に、幽閉化、させてしまった点が批判されることもある。真珠湾攻撃時の総隊長だった、淵田光雄からも、その航空重視はいいとして、新時代の戦艦の運用法で見るべきものなし、とまで言われている。中島喜多方、中佐、は、日本戦艦として比較的高速の、ヤマト、と混合型戦艦を先頭に立たせれば、戦艦の価値を発揮できた、と主張。空母機動部隊の価値も、米軍のそれを見せつけられるまで、本当には悟れなかったのではあるまいか、と語っている。敵であった、アメリカ太平洋艦隊司令長官チェスター、ニミッツからは、山本に関し、アメリカ軍の侵攻への防衛戦となってからは、戦況推移に沿った指揮ではなく、真珠湾攻撃後の南雲機動部隊を、西太平洋、インド洋方面に転用したことで、アメリカ軍に衝撃から立ち直る時間を与えており、この時間が最大の助けになった、と語っている。連合国軍最高司令官、ダグラス、マッカーサー元帥の場合は、山本を、連合国との戦争に反対し、開戦となると真珠湾攻撃で大成功を収めた。日本海軍の行った戦争努力の戦略的頭脳と、一般に見なされていた、と評している。そんなこんなで、当時から現在まで人によって、名将、と、愚将、の評価がすっぱりと分かれる人物でもあるぜ。続いて解説するのはチェスター、ニミッツさん。日本海軍の連合艦隊的な存在である、アメリカ太平洋艦隊、の長官でした。同じく長官の山本五十六と比較されることもある指揮官です。1885年、テキサス州でドイツ系移民の子として生まれます。少年時代の頃、祖父が経営する民宿の手伝いをしていました。その過程で、祖父からユーモアに話す方法や、人を見る目、動かし方を学びます。これらの経験は彼にとって大きな財産になりました。日本海軍の統合兵八郎とは、1905年5月の東京で対面しています。当時少尉候補生として、戦艦オハイオに乗艦していたニミッツは、日本海海戦の戦勝祝賀会に招待されました。統合の胴上げに参加した後、統合を自分たちのテーブルに招いて、10分ほど会話をしています。気さくで悠長にイギリス英語を喋る統合に感銘を受けたそうです。このこともあって、ニミッツは統合を尊敬しており、戦後に統合神社の再建や、戦艦、ミカサ、の復元保存に貢献しています。1906年9月から巡洋艦や駆逐艦、潜水艦に乗艦して経験を積みました。特に多く乗艦したのが潜水艦であり、第三潜水水戦隊司令にまで就任しています。第一次世界大戦の終結後も順調に出世。彼自身上層部からも高く評価されており、後の大統領フランクリン、D、ルーズベルトは彼の観察眼を、ウィリアム、リーヒ大将は海軍トップ候補の一人に彼の名を挙げています。1941年12月8日、ワシントンの自宅のラジオで真珠湾攻撃を知ります。その後、政府から公認のアメリカ太平洋艦隊司令長官になるよう言われる。そして能力の高さもルーズベルト大統領に認められており、少将から大将に飛び級昇進、その後に太平洋艦隊司令長官になっています。これにより、マッカーサー大将率いる南西太平洋方面、以外の指揮権を持つことになりました。長官就任後にニミッツは、真珠湾の悪夢は誰の身にも起こり得たことだ、と諭して、必要以上の処罰を避けています。そして真珠湾攻撃時のアメリカ太平洋艦隊司令長官、ハズバンド、キンメル、などの幕僚をほぼ丸々引き継いでいます。
この汚名返上のチャンスを手に入れた将兵は奮い立ちました。日本軍の軍令部は彼が就任した際に、海軍軍人の高松宮信人親王などは、米国は潜水艦矢を持ってきた、潜水艦戦に当分は出るのであろう、と記しています。しかし、皮肉にも日本はアメリカとの潜水艦戦で大敗。後にニミッツは、古今東西の戦争史において、主要な兵器がその真の潜在威力を把握、理解されずに使用された。という稀有の例を求めるとすれば、それはまさに第二次大戦における、日本潜水艦の場合であろう、と言い残しています。山本五十六は太平洋戦争前から、航空戦略の有用性を感じていましたが、ニミッツの場合は、真珠湾攻撃を境に、多数の航空機の集中攻撃は、対艦巨砲よりも打撃力と機動力に富む、と認識。空母と航空機の増強を図るようになりました。そして、真珠湾攻撃の難を逃れていたウィリアム・ハルゼイ中将率いる第16任務部隊に、中部太平洋の島々を進出鬼没的に奇襲させました。1942年頃、日本海軍の大艦隊の目標が、ミッドウェイ島であることを暗号解読で知ると、ミッドウェイ島に可能な限りの戦力を集めます。そして珊瑚海海戦で損傷した、空母ヨークタウンの3ヶ月の修理を3日で完了させ、空母サラトガの艦載機を一部交代させる、という剛腕でヨークタウンを復帰させました。ミッドウェイ海戦をめぐる攻防では、できる限り行った準備と優れた指揮、幸運も重なり、日本軍の主力空母全滅という大戦果を得ました。ニミッツはこの戦いを、奇襲を試みようとして、日本軍自身が奇襲を受けた、と総括しています。人間関係など、山本五十六は講師の場を選ばず、人の好き嫌いが激しかったそうです。連合艦隊司令部内で、参謀の黒島亀と寵愛し、彼の案を積極的に取り入れる一方、ナンバー2である参謀長の宇垣まといを無視し、彼の頭越しに、他の幕僚に直接命令するなどしていました。一方のニミッツは、アメリカ軍のやべえ奴らだらけの中で、彼らをよく制御して対日戦勝に貢献した、と評価されています。上官で、ニトログリセリン、とあだ名がある、アーネスト、キング提督は、ニミッツが人事局長出身であったことから、人事屋の官僚軍人特有の派閥を作って、仲間をかばい合い責任をなあなあにしてもみ消す野郎、とみなして初めはニミッツを信用せず、およそ2ヶ月ごとに呼びつけては、細かいことまで念を押すという、めんどくせい態度を取りました。部下の、リッチモンド・ケイターナー、なども強烈な性格であり、温厚と言われたニミッツをも怒らせ、ニミッツがターナーを殴り飛ばし、仲裁がなければ喧嘩にまで発展しそうな勢いでした。また日本では、陸海軍の対立が有名ですが、ミッドウェイ海戦以降、陸方面担当でフィリピンでの雪辱を晴らすことに燃えるマッカーサーとは、何度も対日戦の方針で対立しています。さらにアメリカでも陸海軍が互いに援軍を断り、両軍が合流したレイテ沖海戦では、ニミッツ指揮下の第3艦隊と、マッカーサー指揮下の第7艦隊の連携が取れないことも、問題になっています。山本暗殺について、1943年4月17日、アメリカ海軍情報局は戦艦、武蔵、から発信された暗号伝文を解読。山本五十六の前線視察、の情報を知りました。そしてこの時、山本暗殺についての議論になります。ニミッツは山本の後にもっと優秀な司令官が出てくることを心配しましたが、太平洋艦隊の情報参謀エドウィン・レイトンから山本長官は日本で最優秀の司令官である。どの海軍提督より頭一つ抜きん出ており、山本より優れた司令官が登場する恐れはない。という答えがあり、また、山本が戦死すれば日本の士気が大きく低下することや、山本が極めて時間に正確な男で、今度も予定を守るだろう、ということを理由に、山本の暗殺を決断しています。山本暗殺後も、海軍省時代から仲の悪かった、ジョン・ヘンリー・タワーズと対立しながらも、アメリカ軍を勝利に導きます。
1945年9月2日、戦艦ミズーリで行われた日本の降伏調印式に出席し、アメリカ合衆国代表として署名を行いました。これはマッカーサーに手柄を独占されまいとする海軍省の意向とされます。戦後は尊敬していた東郷平八郎の東郷神社再建や戦艦ミカサの復元保存のために尽力しています。1966年2月20日の夜に自宅で妻に見取られ死去、80歳でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。動画の他にリアルチート野郎シリーズっていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは説明文のリンクをクリックしてくれ。